タイトルマッチ宣言、そしてベルトの返還が行われます。フェデレーション会長ロード・ブレアス。続きましてチャンピオンチームよりチャンピオンベルトの返還でございます。四天王とは帝釈天に仕える4人の神様、全日本プロレスの四天王はこの4人です。本日のメインイベント世界三十選手権試合60分一本勝負を行います。裏をコーナー挑戦者チーム260ポンド川田俊也、導火線に火がつきそうだ川田俊也、275ポンド田植え、打って打って打ちまくる田植明。裏がコーナー世界卓球選手権チャンピオンチーム270ポンド小橋、無限に向かって握り拳小橋健太、255ポンド三沢光春、ダンディービューティーオールマイティーの五冠を三沢光春、スーパーパワーシリーズ札幌大会いよいよメインイベントであります。四天王頂上タッグ対決はこれまで1勝1敗、まさにこの対戦が天下分け目の一戦となります。去年の最強タッグ12月3日以来169日ぶりの対戦となります。チャレンジャーとして帰ってまいりました川田、そして田植え、6.3 武道館への調整具合はどうか、満身創痍三沢光晴、さあ前回最強タッグの武道館では三沢と田植えが先陣を切りました。今日はまずは正規軍が川田、正規軍川田、そしてチャンピオンチームは今日は小橋が俺が行く、さあ今日は川田と、そして小橋が先陣を切りました。今ゴングが鳴りました。中央小橋がエルボーロープに振ってショートアタックル、目に力がある、ロープに飛ぶ川田、逆水平、はい、飛ばした、一瞬一瞬たりとも見逃せません。放送席解説は桃田光雄さんです。桃田さん、はい、のっけからもう火花が飛び散ってるリング上、そうですね、はい、もう要するに4人とももう気合い目いっぱい入ってるって感じですからね、はい、フライングショルダーアタックル小橋、そしてさ三沢と、三沢と川田、三沢と川田、おーっと川田がスワッと引っ込みます、スワッと引っ込みます、モンスター、はい、今チャンピオンチーム三沢が出てきてさっと川田が田植えに渡しました、この辺りもなんか見てて怖くなるような攻防ですね。そうですね、これは要するに心理的なものだと思いますけどね、はい、田植え選手が相手がちょっとここに気合い入ってきてくるとこをかわして相手に要するに繊維をちょっと削ぐっていうかね、そういう考えじゃないですかね。やっぱり何かリングの上だけでなくこの心の中で4人が火花が散ってる、神経戦でもあるということですね。神経戦、はい、さあ三沢とそして田植えであります。この両チーム世界タッグをめぐる対戦はここまで2度、一度は去年6月武道館29分12秒、川田が小橋をパワーボムから釣り込んで、2度目は記憶に新しい去年12月最強タッグ武道館大会、
23分34秒小橋が川田をデンジャラスバックドロップから抑え込んでいます。北斗札幌対決、誰が今日はどんな幕を引くんでありましょうか。エルボー、この三沢も4月16日チャンピオンカーニバル大阪大会、左足首を、そして3日前の横浜大会でまた首を痛めています。さあ、そしてこの2人も激しいんです。この2人も激しいんです。トマスと、そしてタウエ、ギロチン、全シリーズまさにチャンピオンカーニバル、トマスと、そしてこちらタウエ、熱い戦いを繰り広げました。何かこの2人にも生まれてきそうであります。バックを取っています小橋健太。モーさん、はい、何かこの試合前の控え室ですね、今映ってます三沢も含めて、はい、怖いような感じですか。気合が入ってたとおっしゃってますね。ちょっとあの試合前からですね、はい、控え室でもうみんなこのあのなんですか、練習をウォームアップした後で、はい、ぐーっと汗かきながらね、要するにもうなんていうんですかね、あの神経を集中するっていうか、そういう感じでね、あのいましたね。もうすごいだからなんですか、近寄りがたいような部分ってありました。そうですか。何かゆっくりとゆっくりとこの歓声、時間空間を楽しむように川田俊明入場です。入ってまいりましたリングイン、ロープに振る川田、入ってくる小橋、おっとモンドリ打って小橋が倒れました。モンドリ打って小橋が倒れました。目を開いたまま倒れています。起き上がりません。そのままカバーに行く。今なんか上髪あたりに当たったような感じですね。テンプルですか、今ちょうどこの放送席が一番近いところに小林選手いるんですが、いかがですか、目を開いて、いやちょっとうつろな感じですね、あっと軽く押し閉じてみたいな感じ。キックが三沢の顔面を捉えました。すごい攻防です。さあそして顔面を踏みつけます。リング上、これが川田の主張だ。またさっと川田が引いてます。5分怪我、田植えが入ってまいりました。ギロチンドロップ、5分が経過しました。序盤戦、何か一つの技と技、これを取っても背筋が寒くなるようなそんな攻防なんです。そしてこの見えないところの心理戦、これがあります。さあ田植から川田にスイッチが行われました。小橋が先ほどから捕まっています。ロンリーバトル、いわゆるロンリーバトル、そう話しています。まさにプロレスダンディズムからプロレスの鬼へ、三沢リングの中央に仁王立ち。体調も万全じゃないんです。エルボーを突き上げます。そして今度は不思議エルボースリーパーホールドに取りました。
本さん、はい、その三沢のあの怪我の具合なんですがね、本さんご覧になっていかがですかね。彼の場合はですね、過去に見えずにもう常に目いっぱいの試合をやるんで怪我をする率が高いんですよね。そうですね、もう要するにもうなんていうんですか、この抑えるっていうところも一切ないですから、もう目いっぱいもう要するにチャンスがあればどん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 攻めていくっていうタイプですからね、で、まあそのまあ、いい言い方をすりゃ慣れなんですけどね、もう怪我もものすごいもう慣れてるわけですよね。だからあとはもうそうなると今度精神的な面っていうのは大事になってくるわけですよね。特にこれ精神あの選手権なんかの場合だったらやっぱり精神力で要するに怪我を飛ばさなければもうダメなわけですよね、要するに多少の怪我は全部自分がもう気持ちで抑えちゃうっていう、まあ、彼はそういうところまたすごく強いですからね。はい、そして小橋が勢いよく入ってまいりました。川田も左膝に爆弾があるんです。チョップ合戦、けたぎりチョップ、これは正規軍の陰道だ。これは頸動脈にヒットしたか。あと頸動脈を上げといて、首筋を上げといて、打ち込む打ち込む打ち込む、何か朦朧としたような川田の表情です。さあゆっくりと川田を抱え上げてボディースラム叩きつけました。三沢が素直な体を当ててきました。さあこれが今日2度目の対決なるんでしょうか。三沢と川田振り返してそれがあった、痛い腰めがけて、痛い腰めがけてキック、まさに引き分けのない足。川田三沢ダメージはどうか、田上に渡した、田上に渡した、もしこれが重いとなると非常にチャンピオンチームとしては不利な戦いとなってしまいます。コモさん、ダメージの具合、画面がいかがですか。ちょっとあれですけども、ちょうど腰っていうのは、この後ろさっき飛んだですよね、飛んだ時に丸くなってるわけですよ。丸く要するに出てる時にそこへキックが要するに2が入ってるんで、もろに要するに骨に当たってるわけですよね。だからそれだけやっぱりダメージが余計ちょっと強いんですよね。なるほど。そしてスローイング式のブレッバスター、腰を止めます。やっぱりかなり抑えてますね、まあこれはとんでもないことになりそうです。三沢が勝負タイム10分経過前後、ここで腰をさらに悪化させてしまったのか。そしてコブラツイスト、苦悶の表情。三沢当然この辺ります武道館大会三冠の行方にも影響を及ぼしてきます。拷問コブラの体勢、拷問コブラ、カンニャの表情、田上、川田に渡しました。徹底的にこれは腰を攻めようという構えです、チャレンジャーチーム。これもやっぱり川口選手ものすごい相手のウィークポイントを攻めてますよね。はい、ここはチャットに入ってきました。このまま三沢さんに任せとくと危ない、そう呼んだんですが、開けたラリアット、ラリアット、小橋ローリングして場外へ先頭。チャレンジャーチーム川田田上、この両者のタッチワークが速くなってきました。お気味よくこの腰を攻め込んでまいります。足が待っている。三沢の動きがぴたりと止まってしまいました。
その3日前の札幌失礼横浜大会で首を痛めまして腰はそれほどでもないそう話していた三沢逆襲三沢逆襲痛い腰で打ったキックさあ小橋頑張れ小橋頑張れ小橋頑張れ逆襲兵に安から田植えが振り返した帰ってくるとこそしてエルボー田植えのフットワークトリッキーな動き巨体を動かして打ってまいりましたさあ川田と小橋リングの中央に持ってきて小橋がこらえ投げたい川田どちらに軍配が上がるか小橋に軍配が上がりました振りほどいてローキックローキック四発でテイクダウンモンさん、それとこのチャレンジャーチーム青コーナーの方がタッチワークが速くてそうですね、ものすごい、なんていうんですか、いいムードで攻めてますよねはい、やっぱりこのタッチワークが速ければ速いほど要するに自分たちのダメージが少ないですからねちょっと待ってください場外で鉄柵を使ってどうするんだにーそして先に行きましたチャンピオンカーニバルではこの両者非常に激しい戦いをしたんですもちろんその記憶あるいは新しい何かに向かって動き出しているそんな場外戦です鉄柵を使ってあっとこれは厳しい鉄柵を使ってあっと本当にキックこれは膝が心配だ小橋の膝が心配だチャンピオンのためならチャンピオンになるためなら鬼にでもなる田植え明まさにブーイングを自分の力に変えます田植え明田植えが怖い田植え選手はこれのラフなファイトってのは本当最近もなんていうんですか鋭さを増してきましたねそうですね、予選も相手がこんなことまでやるかっていうことをやるようになりましたからねそうですね、一時のあのむっつりエモン的な表情はもう今は全くないですね、もう勝負にもかけてるっていう感じが見えますよねはい、かつて小橋はアジアにはアジアしかできない戦いがあるそう語りましたしかしこれが世界ですこれが世界ですの攻防で腰を痛めた感のある三沢小橋の今度は左の膝に攻撃を集中しますあっとこれはサポーターを外して直に膝にキックを入れます今度はにこれは効いた小松さん、はい、このやはりチャレンジャーチームは勝負の鉄則どこか弱いところ、ね、三沢の腰、小橋の膝この攻めようというそう、本当にあの、まあ、理にかなった攻めですよねなりふり構わない攻めであります、さあそしてコーナーに小橋を宙吊りにして逆さ吊りにしてブーイングが田植えを大きくするそしてファンの心も捉えるんですスコーピオンここでロープに手が届きましたはい、速いタッチワークです川野、川田、そして田植えチームどうでしょうか10分経過前後から一方的にこのチャレンジャーチームが攻めていますこれも全くなりふり構わない攻撃さあ三沢カットに出る三沢カットに出ましたエルボーでカットに出ました
澤田が一加減ありそうなそんな表情を見せました。そして田上に渡します。共に2位クラッシャー、ため息が場内を包みます。今年の険しい表情、一方的にチャレンジャーチームが攻め出しました。さあ小橋コールです。はい、そういえば15分を回ってるわけなんですが、まだ一度もこの大技という大技はないですね。そうですね、あの相手の要するにもうウィークポイントを攻めて、要するにもう何でしょう、まあ、選手権というのは勝つことがまず第一ですからね、で要するに相手にあのダメージを与えてって相手に大技をなるべくやらせないようにする、これがもうあの鉄則ですもんね、はい、あっと川田が今日3回目試合の権利のない三沢に突っかかっていきました。今日3回目ダブルのブレインバスター。そういう意味では今日は挑戦者を本当にいいペースで予選になってますが、試合を運んでますよね。ここまではチャレンジャーペースということになりますね、はい、さあそしてこのなじるような殴るようなキック、小橋の目に小橋の目に力が入ってきた、小橋の目に力が入ってきた、倒れそうだけども倒れない小橋健太、まだ倒れない、全然膝をついてダウン、テイクダウン、コーナー膝はストップ、戻せません。先ほどまで生還という構えでしたが身を乗り出して構え見ています。打っていく、この川田が、この川田がまさに諦めた、取れた、取れた、20分経過、エルボーを打ち込む、川田受ける、タイガードライバー今日初めての大技を叩いて受けて、エルボーカウンター、そしてコーナーの壁にもライディングキックで場外に出ます。さあ三沢どうする、エルボーついていた、田上に打っていきました、田上に打っていった、田上に打っていきました。そして小橋が場外で川田を本部的に2位クラッシャー、一気にここでチャンピオンチームが自らにペース流れを引き寄せようという場面になります。小橋がリングの中に川田を上げました、リングの中に川田を上げました。さあ持っていった、タイガードライバー今日初めての大技、今日初めての大技、両チームを通じて初めての大技です。チャレンジャーチームがここまでよくペースを掴んでいました。なんとかそのペースを崩そうという三沢、そういったこの配慮があったか。川田は死んでも右足は出ない、顔面蹴り、顔面蹴り、顔面蹴り、チャンピオンカーニバル三沢川田は特別試合でぶつかる30分だろう。そして 6.3 が控えています。ギロチンホイップ田植え、2で返しました。モンさん、このチャンピオンチームはなかなかこのペースを持ってられないですね。そうですね、あの今大技初めて出たんですけど、はい、エルボーです。
今までやっぱりあのチャレンジャーチームはすぐまた自分たちのペースを戻してますからね、あっと叩きつけていきます。力に物を言わせます。これやっぱりあの最初のですね、ウィークポイントの攻撃がかなり効いてるわけですね。効いている、のど落としいくか。飛ばしがカット飛ばしがカット。さあそして集中砲火を浴びた左の膝を打っていきました。田上ロープに振ってラリアットかわした。ハイキック。さあそして顔面を打ちつける。田上が掴み込んでまいります。さあそしてコーナーに渡す。チャンピオンカーニバル、この両者特別試合でドロー。三沢は負けられなかった、川田は勝ちたかったと話しました。 6.3 武道館三冠戦を控えてどんな気持ちなんでしょうか。起こしてそして手先にチョップ、前のめりに倒れます。また起こしておいて軽動脈を狙う。手先にチョップ、おいて、そして、この顔面切りは効きますね。もう後ろにあの逃げようがないですからね。はい。そしてストレッチクラブ。三沢が初めてこの試合大技を出せば、ストレッチクラブそれを振り下ろして、川田が攻撃を続ける。ハイキック。顔面切りブロック。顔面蹴りブロック、三沢エルボー、エルボーから顔面蹴りへ、一瞬両者が今も睨み合っている。一歩も動かない一歩も動かない。ような小橋のチョップ、非常にシンプルな技ですが両者の意地が交錯する。ロッテ川田が膝を打った。そしてキック、そしてキック、そして手先にチョップ、腰から崩れました川田。出るかブレンバスター、捉える川田、2回目捉える、踏ん張る、残す、1歩も引かない攻防です。これも何か絡まってくるように川田の引き分けです。そして田植えが入ってまいりました。おっと、これも何かもう、ね、なりふり構わない。普通だったら踏まっていくんですけど、もう剣にこう飛んでってますからね。はい、やっぱり挑戦というシーンはですね、もうチャレンジャーがもう要するにもう勝ちたいっていう気持ちがものすごい出てますよね。そうですね、何かこの一発の技が重いですね。そうですね、まあ、要するにであのチャンピオンチームはチャンピオンチームでも絶対に負けられないっていうあれが出てますしね。すごいですね、はい、本当に北斗が熱く燃える。
とした、朦朧とした意識の中で打ち込みました。小橋健太の表情、田上小橋本当にすごい気迫ですね、お互いね。物音すくいません、距離を取ってこのアタック、もうフラフラなんです、もうフラフラなんです。 DDT 一回転、さあどうする、小判に痛められた膝が痛い小橋健太。もう一度男泣きに泣いた去年の最強タッグ、子供の頃バックドロップでチャンピオンベルトを取った夢を見たことがありました。それを現実にした小橋、今度は小橋がファンに夢を与えるんだ。いや、さっきのね、やっぱり腰を攻め、あの膝を攻められてましたね、だから今ちょうどあの飛んだ時にですね、自分の膝を打ちましたよね。その時のさっきの痛みがまだ残ってるわけですよ。これほど厳しかったですね。膝は特攻だ、特攻だ、エルボー、ダイビングエルボー。小橋はローリングして場外に落ちていきました。さあ、チャンピオンチーム緊急事態、中で返します。今エプロンサイドに小橋も戻ってまいりました。さあタイガードライバー、これは打たせません。タウェイは逆に放って、そして下がるぞ。30分が30分が経過しました。そしてフェイスダック、フェイスダック、コーラーかけて小橋が、小橋が防ぐ。そしてクリーパー、フェイスダックとクリーパー、フェイスダックとクリーパー、いい位置です、いい位置です。振り覚えたコーラー、そして腰キック、カットに入ります、カットに入ります。田上が膝をホイップします。やった、今のは強烈ですね。はい、復帰は果たしたジャンボ選手が言っています。川田は技じゃなくて気迫がすごい、一つ一つの技が怖いんだ、そう言ってる。連携して戻る、膝はカット、これは何やった。
のラリアット、さあそして6点差武道館を控えた2人がリングに残った、バックから落ちた、首から落ちた、首から落ちた、あっと小橋間一発間に合う、小橋が間一発間に合いました。いやあれはかなりきつい角度で入ってますね、デンジャラスはバックドロップになりますからね、はい、物は落とし、パワーボム、王者転落か、王者転落か、回しましたね、ものすごいいい角度で入ってるんですよ、もう本人はもう無意識に返せるんじゃないですかね、はい、もう一発か、場外に落とした、リングの上は 6.3 武道館の2人だけ、 6.3 武道館の2人だけ、場外でブレンバスター小橋が返してきた、3発はいけない、小橋が勝った、先に起きるのはどちらか、川田が上体を持ち上げました、遅れて三沢、デンジャラスバック対応つけた、三沢が上、35分が経過しました。エルボー、小松さん、もう三沢は精神力だけで打ってますね。そうですね、はい、だけど今のは綺麗にあの回転式 のエルボーが入ってますよ、はい、はい、もうここまで来ると4人とも精神力だけですね、精神力だけ、はい、はい、あった下にこの辺りは朦朧とした意識の中で格闘家の本能、膝を狙っていった、しかし小橋も負けていません、一気で返す、さあそしてデンジャラスバックドロップ、一気に流れをチャレンジャーチームに持って銃で返します、そしてどうする、エルボー、川田がうまい、もう一回技が上手くなりました、川田としてさあそして力で押す田上明、ロープに振って帰ってくるところ、フォアサーブカウント、札幌の夜、エンドレスナイト、いつ果てるかもしれません、これを三沢がカット、入っていく、三沢が打っていく、ジャーマン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 、オレンジジャーマンは、10です、いやー、よく返したんですね、ほとんどもう2.5 っていうか 2.8 っていうか 2.9 っていうか、時間は距離を取る、エルボーちょこっと当てた、回転式、ここで一発回しないで、タイガードライバーじゃない、三沢ドライバーと呼びたい、三沢小橋、田上川田譲りません、
もう一汗かいて、二汗かいて、汗が出きってるんです。今日二度目、抜かれた、痛い、まだ打った、まだかわい。誰が、誰が、どんな幕を引くんだ、また打つな、ピンサンド、なんだ。これは桃田さん、はい、イメージが倍になりますね。そうですね。だけどもカウレ選手も本当よく今なんていうんですか、逃げたっていうかね、はい、もうほとんどもう朦朧としてると思うんですがね。あとコーナー開けてバックダンス、指から落ちた。この川田と三沢は仕上がったんで、三沢一回転、三沢一回転、場外、場外に落ちました。川が場外に落ちている。小橋一人、小橋一人、バックドロップのロバトス、チャレンジャー、これでベルトを持って、まさに修羅場、修羅場であります。そうですね、はい、物を落とす、怖い、倒れエルボー、ミサオが入っていく、ジャーマンド、そしてこちらが物を落とし、カバンに行った、ミサオカット、はい、上と小橋、やっていくレッドリーカーズ、オレンジが札幌の四つ葉を取って、プロレスありがとう、全日本プロレスありがとう、そう叫びたい。ハッと小橋がチャリアを、これからパワーボディ、またの丸めたジャックライフ、これの2、よしとけか、よしとけか、これも2です。よしとけか、よしとけか、どうなるんだ、どうなるんだ、無限に届け、無限に届け、握り込む、カウント3、カウント3、よしとけか、最後は混戦、混戦からムーンサルト、小橋健太、チャンピオンチーム発狂の防衛であります。小本さん、はい、この小橋がムーンサルトにこだわりました。そうですね、あの膝を痛めてて